ウェルロットは第二次世界大戦中にイギリスで開発された特殊作戦用の消音転銃である 9X19mm パラベラム弾を使用するモデルと 32ACP 弾を用いるモデルが存在し約2800丁ほどが製造されたこの銃は主にイギリスの秘密作戦担当部局である特殊作戦執行部によって使用されたが イギリス陸軍の特殊空挺部隊やアメリカの戦略情報局によって使用されることもあった。銃本体は直径1.25インチ、長さ12インチの円筒型で、その後端に刻みの入った握りがついたボルト機構を備えている。本体に組み込まれた重心にはいくつかの穴が開けられている。本体の前半にはサプレッサーが組み込まれており、 射撃時の銃声の大きさを73デシベル程度にまで軽減することができる。さらに、銃本体の銃口付近をへこませることで、標的に押し当てて撃つ場合に、より標的に密着しやすくする工夫がなされており、標的に密着させることで銃声の漏れを最小限に抑えることも意図されている。グリップは断層を兼ねており、 このグリップ剣断層を取り外すことによって容易に陰徳することができる。また、夜間や暗所での照準を容易にすべく、アイアンサイトには夜光塗料が塗られている。ウェルロットの重心に穴が開けられている目的は2つある。1つ目の目的は、サプレッサーに発射ガスを排出して銃声を抑制するためで、2つ目の目的は、発射ガスを 重心から逃がすことによって弾丸の発射速度を音速以下に抑え弾丸から衝撃波を生じさせないことである。これは特に QX19mm パラベラム弾を使用するモデルで重要である。なぜなら当時使用されていた一般的な QX19mm パラベラム弾は初速が音速を超えていたからである。ウェルロットの作動方式は単純さと信頼性に優れた。 ボルトアクション方式である。この方式で生じる騒音は、銃声を別にすると激震が雷管を叩く音だけで、ボルトは静かに回転する。コッキングは、後部の握りをひねって引き、戻すことで行う。特殊作戦用の銃という特質上ベルロットには、製造元の工場や国を示すマークは、一切記されておらず、シリアルナンバーだけがいくつかの不可解な記号で、 記されている。しかし、これらの記号は、製造時には記されておらず、供給先のイギリス軍側で付けられた。ウェルロットは、第二次世界大戦中に、ナチス占領下の地域で特に広く使用されたが、北アイルランド紛争、1982年に勃発したフォークランド紛争、砂漠の嵐作戦においても使用が報告されている。ありがとうございます。